世界の建築ミニ図集機構アイギナ。アイギナのアファイア神殿、アエギナ・アテネ・アフェイア・テンプル。アテナから約 40km 離れたアイギナ島、アイギナ島またはエギナ島にあるアファイア神殿は、紀元前500年頃に建設された最後の古神殿である。幅と長さの比が約1対2の神殿群の一つである。正面6柱だが、側面はわずか12柱で、寝室内にはアーキトレーブだけで上下2層に分けられた列柱を配置する。外周の円柱は全て一本石だが、北側にある隣接する3本だけは寝室の完成後にドラムを積み上げて作られた。ペディメントの彫刻、念入りに刻まれたアクロテリオン、アンチフィクサ、およびペディメントの上と軒先の瓦は、カロス島産の白大理石で、その他の瓦はテラコッタであった。ペディメントには神殿と同様に、アルカイク美術の最終段階に属する。紀元前500年頃の見事な彫刻があった。神殿は大部分、土地産の石灰岩で作られ、大理石の化粧漆喰で仕上げられた。